はい、お疲れ様です。山です。ペルソナ5ザロイヤル続きやっていきます。じゃあ吉沢さんの誘いを受けようか。学校の体育館を練習に借り入れた。一緒にトレーニングだよね。はい。あ、スマホの調子が悪いんだよね。学食で腹ごしらえ動く前に。でかいね。重箱？新体操以外で自分がよくしていること。それがこれ。食事会？いえ。新体操は食事コントロールも大事ですから、自炊は、あ、自分で作ったんだ、あれ。すごいね。先輩へのお礼も兼ねて今日は弁当を用意させていただきました。ですね。マジ？ああ、やったことないけど、他の人に食べてもらうのはね、大胆さにつながるかなと。先輩の体格と運動量を考えて作った。あ、主人公の前にあるのが、あれが作ってくれたやつだよね。どうしよう。疲れに効果のある鶏の胸焼きと胸肉と卵焼き、それとお豆を煮てみました。ご飯は玄米。すげえ、めっちゃ考えてる。はい。いただきます。あれやっぱ自分の分だよね。おお、すげえ。適量なんだ。まあそんだけ動くってことだよね。すごっ。これでも控えめ。さあ。よく知った味だが、料理の見た目と反している気がする。どのおかずを食べても見た目を裏切ってくる。どういうこと？いつも食べている味だが、あのあ、どういうこと？全部に砂糖が入ってるとか。個性的な弁当だ。あ、そっか。カロリーを計算してとか言ってたから、めちゃめちゃ薄味とかそういうことかな。ね、そうだよね、薄味にしてんだ。だからがっつり系かと思いきや、味がしねえみたいな。はい。で、多分普段から薄味だから、この人は多分わかるんだよね。カレーなら嫌いな人はいないかなと思って。思い切って全部カレー味。ああ。だからよく知った味ってことか。いやいやいや。こんな甘口みたいな味じゃなくて、超激辛党でしたか。
なさい。ええ。マヨとか醤油とか。いいよいいよ。あ、うん、あ、いやいやいや。どうしようか。まあカレーは好きだからね、見た目と違うってだけで混乱しただけだから味がどうとかじゃないと思うんですよね。嫌いとか。ごちそうさまです。食べた。あ、まあ薄味って言ってたから量の割にだからカロリーはなかったんでしょうね。いやいや、めっちゃ謝られる。うん。あー、どっちだろう。吉沢さんはね、多分こっちかなとも思うんですけど。はい。おお。いいね。次から聞いてきてもらって、ん？いや、激辛が好きってわけではないんですけどね。うん。うん。こういう心の余裕がね。動くんだ。すごいよね。よし。おお。またお願いします。ああ、帰ったか。うんうん。うん。10万。10万ね。お。7。とりあえずね。クロスワードして一旦忘れよう。あー、だんだん増えてきたね。停滞したり活発化したりするもの、前線だよね。梅雨で前線かな。逮捕されて有罪になるとつくものだから前科でしょ。ぜだからぜ。多分答えは梅雨前線かな。で、スポーツの一種、サッカー。で、二人で一本の傘を差すこと、相合傘。はい。傘、はい。歌うときに使うもの、マイク。はい。で、これは木を切って生計を立てる職業、木こり。木こり、はい。ですかね。今そんな仕事があるのかわかんないけど。昆虫のさなぎが成虫になること、浮かするってことかな。これ置いとこうか。客がいない様子、かんこ鳥。うん。かんこ鳥。囲碁で最善とされる決まった打ち方のこと、定石。あとこれ浮かですね。さなぎが成虫になること、定石。うん。で、答えは梅雨前線ですね。あ、全部使った。梅雨。
同等の力を持つ暖かい空気と冷たい空気がぶつかる境目を停滞前線と呼び、春から夏にかけて発生する停滞前線を梅雨前線と呼ぶ。ちなみに梅雨という言い回しは、梅の実が熟す時期に降る雨から取られたという説がある。ああ。よし。なるほど。うん。うんうん。お、早っ。よし。インテリから白色になった。すごい。正真正銘の、知識人ですね。はい。じゃあ、三島置いといて、仲良くなるか。10万使いましょうか、ここで。うん。10万使いますよ。うん。そうね、これ使ったら、小遣いどころか。うわ、本当に取るんだ。うんうん。すでに幸福オーラチャージしてありますので、今から効果ある。マジ？はい。ではでは。え、終わり？終わり？嘘。ああ、帰ったか。うん、忘れ物しちまって。なあなあ。うん。前はご主人が宝くじ当てた。ね。今度はどんな幸運が。カバンの中ザリザリしてる。なんなんだこの小石。石が粉々？うん。塩？騙された。何？塩の塊をホーリーストーンズで渡してきたの？うん？塩？あー、塩がなくなってたんだ。うん。うん。岩塩。うん。モルガナはもう信じてやまないですけど、これワンチャン騙されたまであるね。詐欺。大トロはいくつ？わかんない。なんてことだ。でもそんな感じはしなかったけどね。なあ。うん。偽物だったようだ。あれ？今日じゃなくてか。騙されたんすけど。学校行けないよね。10万いきなり失ったってなったら、ショックで寝込んじゃうよね。さあ、これ読むか。速読術。脳と面を別々に扱うことで効率が。あ、わかりやすいんだ。途中からどんどんページをめくるから、あ、マスターしてってんだ。いいすごい。次から一度に2回分読める。すごいいね。ですか。うん。じゃあとりあえず
妖絶の踊り子カリオカ、まあ上から順にね、愛と情熱に生きた踊り子カルメンの物語、どうぞ。ねえ、うん、はい。で、あと忘れてた、宝くじがねあるんですけども、基本はそんなまあ当たるもんじゃないんですけど、夏だけね、マンモス宝くじかな、夏だけまあ必ず何かしらいいやつが当たるやつがあるんで、いらっしゃいませ。これ夏の連番、サマーマンモス宝くじでいいのかな。高結果すぐに出ないんでね。8月22、来月か、カツカツなんだけどちょっと待って、今日金曜日か。まあいっか、高牧さんと遊ぼうか。お金ないんすけど。今は待たなきゃね。うん、はい、ありがとう。志保へのお見舞いですよね、差し入れ。そこのクレープのクリーム、マシマシ半額。クレープ持ってくのは厳しいかもね。食べたいかもね、地方も。あー、自分が食べたいんだよねやめておけ。あ、いいんだ。うん、今日もしほリハビリかも。うん、あのね、うん、リハビリ始めた、開始予定を早めたんだって。うん、強くなりたいって。しほがそうしたら私も頑張らなきゃと。用事できた。雑誌撮影で外のスナップやるんだけど、モデルが来なくて一人足りない。なんか前言ってたね。行こう行こう。うん。え、俺も？俺も行くんすか。あ、近い、確かに。撮影前の打ち合わせ中のようだ。後輩か。うん、うん、ミカ、はい。私の方が年齢は上ですけど、キャリアは、あ、そっか、だから後輩なんだ。歌う。あんま参考にはならないかもね。お風呂で歌う。食事はグリーンアーモンドの輸入。農薬が少ないところを知りたくて。あとキヌアに飽きてきて。なんかすごい努力してんだこの人は。そうね、合わないかもね。天然で割と好きなもの食ってるわけではないんでしょうけども、ちょっとね、合わないかもね。うん、うん、体重は学校の検診だから、まあ何ヶ月に1回だよね。この人が言ってるのは毎日だよね。あー、そっかそっか。いきなり会った後輩のこと信用できないから教えてくれないっていうふうに。あー、いや、うん、
そう。そうね。バカにされた感があるよね。そういうつもりはないんだけど、まあこれも嘘くさいけど、周りを取り込んでいくタイプですね。実は代役は一人のところを連絡の行き違いでミカちゃんとアンちゃんに来てもらった。お願い、二人にお願いしようかと思ったけど、やりたくないんじゃ仕方な悪いしね。いいね、立ち回ってるね。そうなんだ、一人だけになっちゃった。マジ仕事なくなった。交通費とプラスアルファちゃんと払うよ。言い方も悪かったのもあるか。向こうがね、多分すごい意識高いんだよね。あと立ち回りの面もあるしね。すごいよね、嘘泣きすごかった。もしかして私に足りないの、そういうとこかも。嘘泣きの極意つかんだ。実際は泣かない。よし。あっちでも使える。マジ。あ、でも一応学んだんだ。学んだっぽいね。敵がこちらを脅迫しているときに敵を動揺させて要求を軽いものに変更させる。味方がダウンしたときに、なんだっけ、人質に取られることあるんですよね。あ、それをってことかな。よし。気は抜けない。自白があれば決定的。なんかテレビで見たよね。自白は証拠の宝石だっけ？宝石か女王で選択肢あったよね。お姉ちゃん今日は帰らないって連絡が来た。なんかあったんだ。はい。じゃあ今回これで以上ですかね。多分話進んじゃうんでね、このまま次の日になると。
なんでじゃあ次回先生呼んでかな、金曜なんで、で、うん、まあ大家さんは置いといて、はい、じゃあ以上です、ありがとうございました。